ホリプロの総務部長をしております堀井と申します。ホリプロという会社は皆さん名前だけはご存知かと思いますが、多くのタレントを育てている会社です。ホリプロではマネージャーも含めて全ての社員に以前から日報を書いてもらっていました。日々の行動をどう報告するか、どんなことを感じてどんなアドバイスをもらっているのか、そういうことが社員を育てる上で、マネージャーたちを育てる上で、私たちの会社ではとても大切だという文化がありました。その日報をペーパーレスにしたいということがファイルメーカーを導入したきっかけです。ファイルメーカーに切り替えて良かった点、大きなイノベーションだと感じる点がいくつかあります。ファイルメーカーに変わって、一番大きな、利点というのはやっぱりいつでもどこでも気軽に入力できているというところだと思います。紙じゃないので物もかさばらないですし、マネージャーはやっぱり外での仕事が多いんですけど、もうスマホだとどこでも入力できるので、私はやっぱりスマホに慣れ親しんできた世代なので、すごく馴染みやすかったです。紙の日報を長年ずっと使われてきたっていう歴史がありますので、その紙に別に手を加えることなく、そのまんまの状態を iPad 上に実現しました。紙そのもののレイアウトですので、使い方の説明とかマニュアル等も作らずにスムーズに導入したというふうに聞いています。マネージャーが仕事を通じて感じたことを書いて、その上司の副部長が書いて、それに対して部長が書いてという一方通行の流れではなかったことが起きるようになりました。紙の時は提出してコメントを送っても今までは時間かかってたんですけども、すぐ帰ってくるようになったので、ちょっとした相談事だったり緊急な相談事とかも気軽にしやすくなったかなと思います。そういったキャッチボールができるようになったことは、会社の中のコミュニケーションを良くする上でとても役に立っていると思います。報告を上げてくるマネージャーもリアルタイムで見ることができますし、報告を上げてくるのを忘れたマネージャーについてもすぐさま、こちら側から確認をすることもできるようになりました。私の上の上長役員からのコメントも私の方でも確認できて、情報の共有もできるようになりました。ファイルメーカーを導入して社員たちが使っていく中で、レスポンスに対しての要望もありました。そこでファイルメーカークラウドの提案を受けて実際に導入してみると、レスポンスはかなり良くなったと思います。社員たちからも快適になったという声はありました。より安定性を増したというふうなことと、やはり大きくはセキュリティという面があります。その点ファイルメーカークラウドは自動的に最新のセキュリティが当たっていくというふうなところが非常に大きいメリットと思ってご提案しました。日々のコミュニケーションをどうやって向上させていくかということが課題でしたし、今回ファイルメーカーの導入で一歩大きな前進があったと感じています。カスタマイズ性ではやっぱり一番だというふうな評価もいただいてますので、これからますます今の日報をまたカスタマイズアレンジしていいものにしていくと。これからタレントを育てる発掘するという現場だけではなくて、管理部門のバックオフィスの仕事も時代のニーズに合わせながら新しい環境で、サポートをしていけるようになれば良いと思っています。